運動もしてないのに、手のひらから汗がたくさん出てくるんだ。脈拍も平常より早い。戦いの前なのに、僕、おかしくなったのかな。これが、緊張？今、いろいろなことを考えてたんだ。もし負けたら。もし死んでしまったら、どうなるのかなって。今まで、そんなこと考えたこともなかった。すると、脈拍が急に速くなってきたんだ。僕もみんなと離れ離れになりたくない。まだ負けたくない。まだ死にたくない。隊長、なんだか緊張の症状が治ってきた。ありがとう、隊長。え？あ、あら、少尉、いつの間にそこにいらしたんですの？そうでしたの。申し訳ありません。お香水のカタログを読むのに夢中で、ちっとも気がつきませんでしたわ。え、あ、あら。私が緊張しては、いけませんの？私だって、緊張くらいいたしますわ。花組の隊員として、一人の女として、緊張くらいいたしますわ。すみません、少尉。お見苦しいところをお見せしてしまって。もう大丈夫ですわ。少尉とお話ししていたら、気分も楽になりましたから。それでは少尉、私はこれで失礼いたします。あ、大神さん、ごめんなさい。こんな顔を見せてしまって。ええ。気にならないと言ったら、嘘になります。私に剣を教えてくれた父の力を、よく知っています。新宿や赤坂で戦った時は、父も、心のどこかに油断があったのかもしれません。でも、今度は、きっと父も本気で来るでしょう。父に勝たねばなりません。今の父は鬼王です。父ではありません。鬼王を倒せば、父の魂が帰ってくる。そう思えるのです。大神さん、大神さん、はいはい、ありがとうございます。
それじゃあ大神さん、失礼します。どうしたんだい？ああ、なんだかじっとしていられなくてさ。でも体がうまく動かないんだ。柄にもなく、あたいも緊張してんのかな。組手と行きたいところだけど、今やめとくか。最後の決戦を前に体調をボコボコにしちまうのも気が引けるしな。サンキュー隊長。隊長と話してたらなんだか気分が落ち着いてきたよ。隊長、ありがとうよ。隊長がいてくれるからあたいも自分に自信が持てるよ。隊長がいてくれるからどんな敵にも負けないっていう自信が湧いてくるよ。ああ、じゃあな、隊長。でも相変わらずうろうろしてるですね。少尉さんが何をしているか当ててみせましょうか。花組の皆さんを元気づけて回っていた。当たりでしょう。私も少尉さんのことはよくわかるようになりましたからね。それじゃ今度は少尉さんが当てる番です。私はここで何をしてたと思うですか？当たりです。さすが少尉さん、よくわかりましたね。これからの戦いは今までにない厳しいものになると思います。でも少尉さんなら花組をうまく指揮してくれると私は信じてます。私にとって帝劇はとても大事な場所。花組の皆さんはとても大事な仲間です。少尉さん、必ずみんな一緒に帝劇に帰りましょう。それじゃあ少尉さん、私はそろそろ行きます。わかってます。それじゃ、失礼します。大亀はーん！すんまへん、大亀はーん。今忙しいから。こんな格好で失礼しますわ。最後の決戦はこの後部会の出番になるさかい、今はこの子たちの最後の点検をしてあげてるんや。そんな大神はん頼りにしてるやなんて。うちの方こそ大神はんがいてくれるからこんなに頑張れるんや。うちらがここまでやってこれたのも大神はんのおかげや。大神はんのおかげでうちらは強うなれた。うちらは大きゅうなれた。今のうちらなら後部の力を最大限に引き出すことができるはずや。ほんなら
後で作戦司令室で会いましょう。隊長。ええ、ここに座っていると思い出すんです。この部屋から出撃していった数々の戦いのこと。隊長は今度の戦い自信がありますか？隊長は勝てると思いますか？ええ、私もそう思います。私たち花組はこれまでどんな苦難も乗り越えてきました。もうダメだと思った時も諦めずにピンチを突破してきました。それは花組に隊長がいてくれたからです。隊長がいてくれるから、みんなは自分の力を十二分に発揮できるんです。今度の戦いも花組が自分たちの力を出し切ればきっと勝てます。隊長がついていてくれれば必ず勝てます。ええ、分かっています。みんな揃って必ず帝劇に帰りましょう。それでは隊長、私はこれで失礼します。突入作戦前にまたここでお会いしましょう。お兄ちゃん。アイリス、外を見てたの。アイリス、雲の上には天国があるってずっと思ってた。でもこれからアイリスたちが行くところは天国じゃないよね。アイリスたち死んじゃったらどこに行くの？お兄ちゃん、天国ってどこにあるの？アイリス、そろそろ行くね。はーい。じゃあね。
発射。武蔵へ突入する。現状を報告せよ。指揮官、6部門とも異常なし。量子エネルギー系統にも異常ありません。ミカサ、武蔵内部の突入に成功しました。よし、やったか。へへ、いよいよあたいたちの出番ってわけだな。頼んだぞ、みんな。戻ってきたらみんなで大宴会だぞ。隊長、花組出動態勢整いました。防雷壕も整備完了しています。いよいよ最後の戦いですね。ここまでは作戦通り。ここからは私たちの出番ですね。後部の整備もバッチリや。アイリスも思いっきり頑張るよ。ここからがクライマックスですわね。みんな、油断は禁物よ。ああ、気合を入れていこうぜ。お兄ちゃん、出撃命令をお願い。